第5章、i アプリと i アプリデラックスについて。i アプリなんですけども、こちら、厳密には2種類ございます。一般的な i アプリ、こちらはですね、誰でもと、作れて、サーバーを介して自分の端末ですとかに配信することができる i アプリと、もう一つですね、こちら i アプリの推しに DX がついた i アプリデラックスという種別のアイアプリがございます。こちらはですね、i モードサーバーに登録され、拡張機能制限を解除された特別なアプリとなります。こちらの i アプリデラックスのことを、信頼されて制限が外れた i アプリという意味で、信頼、トラステッドですね、トラステッド i アプリと呼ぶこともあります。こちらは、ドコモさんが認めた、コンテンツプロバイダーの方のみが、開発して配布することができるiアプリになっております。ではそちらiアプリデラックスでは一体どのような機能が使えるのでしょうか。こちら、アプリデラックスで制限を解除されている主なデラックス機能です。まず位置情報の取得機能、GPS ですね、端末の GPS を使って、端末の GPS 機能から、GPS の緯度経度などの情報をiアプリの方で使うことができます。また、Bluetooth の利用、他にも、OpenGL などの 3G の描画などができます。また通常のiアプリですと、ダウンロード元のサイト以外とは、HTTP 通信できないんですけれども、こちらトラステッドアプリ、iアプリデラックスの場合はダウンロード元のサイトじゃなくてもですね、通信ができます。また他にもですね、携帯電話の情報の参照、こちら、電話帳の中に入っている各種お友達ですとか、そういった方々の、電話情報も、参照することができます。また HTTP 通信以外にも TCP/IP 通信も、iアプリデラックスでは使うことができます。これらのデラックス機能を使うための API を、一般的にトラステッド API と言います。デラックス機能ですね、まだまだたくさんあるんですけれども、ここで挙げていってはキリがないので、詳細につきましてはドコモさんの、資料の方をご確認ください。はい、12月6日ですね、こちらドコモマーケット i モードが、括弧 i モードが、オープンしたんですけれども、こちらドコモマーケットから提供される i アプリについてはですね、先ほど挙げたデラックス機能、一部のデラックス機能が使えるようになりました。イメージとしては、ドコモマーケットから提供さに登録したアプリは一部の、制限は残るんですけれども、デラックスアプリ、i アプリデラックスとして見なされるということになります。でこちらの詳細につきましても、ドコモさんの方の資料をご参照ください。はい、ただですね、今まで、i アプリ、トラステッド API があったんですけども、こちらですね、ドコモマーケットに、通しただけで、今までの既存のトラステッド API が使えるようになったわけではございません。というのも、こちら既存のトラステッド API は i モードサーバーに登録された特別な i アプリでなくてはできないので、そうじゃないアプリの場合は使えません。ではどのようにドコモマーケットでその既存のトラステッド API を使えるようになるんでしょうか。仕組み的にはこのような形になっています。ドコモマーケットに公開する予定のアプリでトラステッド API を使った場合、まずドコモマーケットにそのアプリを申請します。で申請するとドコモマーケットの方でまず既存のトラステッド API が使ってるか使ってないかを分析します。で分析した結果、使っていますとその部分を、ドコモマーケット向け i アプリデラックスライブラリーという DX ライブラリーというのがあるんですけれども、 そちらの DX ライブラリーの API に置換してくれます。置き換えてくれます。で置き換えたアプリを、そのまま、ドコモマーケットから配信することができます。こちらですね、配信されたアプリ、端末の方で起動しますと、まずドコモさんのサーバーの方で問い合わせを行って、こちらがちゃんとドコモマーケットで審査して通ったアプリかどうかを確認して、問題なければそのまま DX ライブラリーが中のトラステッド API を使うようにします。機能を実行することができます。はい、以上で i アプリと i アプリデラックスについての説明は終わります。